ゴラン・ドラギッチは、スロベニアのプロバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ユーゴスラビア連邦スロベニア・リュブラナ出身。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。2003年、17歳で、スロベニア2部リーグのチームで、プロデビュー。2004年には、スロベニア1部リーグのチームに移籍。2006年、20歳で、 スロベニア A 代表デビュー。同年行われた世界選手権に出場。2008年の NBA ドラフトでサンアントニオスパーズから2巡目45位で指名されたが、数年前からドラギッチに注目していたというフェニックス・サンズがスパーズにトレードを申し入れ、将来のドラフト指名権などと引き換えにドラギッチの交渉権を譲り受けされ、ドラギッチと3年契約を結んだ。 サンズ入団後は主にスティーブ・ナッシュの控えを務めた。2009から10シーズンのウェスタンカンファレンスファイナルのロサンゼルス・レイカーズ戦では同じスロベニア出身のサーシャブヤチッチと激しいマッチアップと絶戦を繰り広げた。両者は昔から仲が悪かったという。2010から11シーズン途中にヒューストン・ロケッツに移籍し、それ以後は先発に定着。 ロケッツでの活躍が認められ、2012から13シーズンにフェニックスサンズに復帰した。2013から14シーズンには最も成長した選手に贈られるミップ賞を受賞した。2014年2月27日のニューオーリンズペリカンズ戦で自己最高の40得点を記録した。2014から15シーズン、弟であるゾランドラギッチがサンズに加入。兄弟で、 同じチームに所属することとなった。2015年2月19日、弟のゾランと共にマイアミヒートに移籍した。シーズン終了後に FA となったが、ヒートと5年9000万ドルで再契約した。2017から18シーズンの2018年2月1日、2月18日に、ロサンゼルスのステープルズセンターで行われる、オールスターゲームに負傷した、ケビン・ラブの代替ながら、 初めて出場することが決まった。3月14日に行われたサクラメントキングス戦で33得点を記録。試合はオーバータイムの末キングスに123から119で敗れた。オフェンス志向のポイントガード。ヨーロッパ選手には珍しくドライブを多用し、ゴール下での独創的なシュートフェイクでビッグマンを欺きシュートを決める。シューターではないが3ポイントも打てる。 ありがとうございます。